この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えして、ビジネスの秘密のノウハウや経験を聞いちゃおうという番組です。また業界人はみんな知っているが、一般的には知られていないこと、非常識な業界常識などについてもお伺いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginoan.com、 また FM ギノアンでは YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノアンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。なお、この番組は FM 小座でも同時放送しております。過去放送分の映像は公式ブログ新里哲也 .com にて公開しております。 YouTube チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。この番組は平総合事務所、ストレスマネジメント沖縄、中曽根智弘弁護士事務所、 TBL 投資アカデミー、トータルヘルスグルル、サンキャッチ企画、シュレイホーム、リンパ専門スクールエヌズの提供でお送りいたします。はい、ということですね、本日もビジネス天国沖縄をお送りいたします。アシスタントに、はい、はい、よろしくお願いします。アナミン、本日もよろしくお願いいたします。1週間ぶりです。よろしくお願いします。ですね、1週間もないとなんか久しぶりな感じしますね。いつも会ってる感じします。ね、いつも会ってる感じするからね。で、毎回ですね、はい、本当に素敵なゲスト様に来ていただいていろいろお話を伺ってるんですけど、はい、本日も、はい、今日もまたすごいです。素敵な、すごい方が来てますね。はい、なかなかこういった方々のお話を聞くことはできないですよね。うん、特に沖縄にいるとね、うん、すごく貴重な時間になると。はい、思いますよね。まあ、いろいろね、今のにも聞きたいこといっぱいあるんじゃないですか。はい、いろいろ質問していこうかなと思ってます。ね、僕もすごい楽しみにしております。はい、CM を挟みまして、本日のゲスト様をご紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。毎回素敵なゲスト様が来てね、いろんなお話を、聞いているビジネス天国沖縄なんですけども、まなみ、今日ね、本当に楽しみに、僕もね、今日聞いてる人はね、本当にラッキーだな、だと思いますね。今日は実はゲスト様お二人お迎えしております。今日ですね、本日4時から公演を控えている、お忙しい時間帯にね、スタジオの方に、そうですね、あと3時間後、3時間後にはもう、はい、公演が始まるという慌ただしい中でね、来ていただいております。それではね、早速ご紹介したいと思います。映画プロデューサーですね、大反響の実はもう嫌がらせ弁当も映画化されまして、さんまのまんまのですプロデューサーのこともされております、中畑義行様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、はい、よろしくお願いします。もう一方、放送作家として、ね、活躍しております高山翔吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いや、このお二方を迎えていろいろお話を伺っていきたいと思うんですけども、はい、いや今日ね、なかなか普段聞けないようなお話が、業界の話をたっぷりねお聞きしたいと思うんですけども、あ、中さん、はい、まあ、今日沖縄で講演をしていただくんですけど、はい、まあ、ご自身の方からもちょっと中さんの自己紹介をお願いしたいんですけども、はいはい、関西テレビというテレビ局で、はい、今映画のプロデューサーをやっております中畑と申します。もともとバラエティをずっと作っていまして、そこから映画になって今7年ぐらいですかね、はいはい、で今はプロデューサーやってますね、はいはい、今日そのお話が、そうですね、今日、はい、呼んでいただきまして、沖縄の、まあ、地域活性と映画化というところでお話をさせていただきます、はいはい、沖縄で公演されるっていうのは、いや、初めてなんですよ。沖縄も、はい、沖縄国際映画祭という映画祭が毎年ありまして、はいはいはい、そこにちょっと顔を出したりはするんですけども、はいはい、本当に久しぶりに沖縄に行きました。まあ、楽しんでいていただきます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう一方、高山さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。2度目の出演なんですけど、はい、放送作家をしている高山と申します。今日はちょっと中畑さんの横にいるっていうだけで、はい、すごい緊張しますけど、はい、ちょっともう僕もいろいろと聞きたいと思っております。はい、すいません、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もともと僕がやってるバラエティの企画開発会議みたいなのがあって、はいはい、そこに来てた若手さんからだったんですよ。もういろいろイロハを教えてもらったと思うんですよね。とっても東京でお世話になった。なるほど。で、まあいろいろ一緒に企画をやったりもしたんで、はいはい、僕も腐れ縁と言いますか、はい、これからね、また新しい企画も作りたいなと思ってますが、はい、いや、高山さんのおかげでね、
今日中川さんがここに来ていただいているということですからね、こう全国的にねこうやって活躍されている方がこう沖縄に来てお話し、ね、していただくっていうのはねすごくね沖縄県民としてはすごく嬉しい限りなんですけども、あの早速ですけどいろいろお話を伺っていきたいんですけど、中川さんも映画プロデューサーということなんですけども、はい、実はどういった活動をされるんですか？あのもう本当に一からですね、はいはい、自分がこう本をまず読みまして、はいはい、あこの本面白そうだな、はい、映画化したいな、はい、っていうところから始まります。あなるほど、はい、だから常に日頃から本当に本はたくさん読んでまして、で面白い映画化できると思ったらその出版社に電話をして、はい、これ映画したいんですけどっていうところから始まります。あそんな感じなんですか？そうなんですよ。ただまあ言うとも映画ってあのすごくお金かかるんで、はい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 、そのお金集めるのも一苦労なんですけど、うんはいはい、それも全部やります自分たちで。え そちら側もはいプロデューサー。そうです、本当全体をプロデューサーって感じですね。はい、文字通り生み出すっていう。そうですね、もう一から作るというところですね。あの映画化をしたいって思う、なんていうんですか、こう中さんのなんかバロメーターというか、こう、きっかけというか、はい、なんかあるんですか、こう。まあ、全方位には考えてるんですけども、はいはい、今やっぱり僕テレビ局で働いてまして、はいはい、テレビ離れ、若者のテレビ離れみたいな進んでる中、はいはい、やっぱりその若者にテレビも見てほしいという、テレビ局がこういう映画を作っているんだと知ってほしいという機会も あるので、はい、若い高校生のキラキラ作品みたいなものを中心に、したがって少女コミックとかを読むことが多いですね。あなるほど、はい、なるほど、なるほど。だ恥ずかしいですよ、ええ年して、あの電車の中で少女コミックを読んでる自分は。なるほど、はい、その時は全然感じないですけど、人から見たら多分、あのおっさん何読んでんやろうなみたいなんで見られてますね。あのシャツに大きく映画プロデューサーとか書いて書いとかないと、ね、書いとかないとですけど、ものすごく恥ずかしくですけど、もうずっと見てますね、電車の中とかで。で常にこう映画を見る方のことをイメージしながら。そうですね、はいはい、これを映像化したら誰が見に来てくれるのか、どういうキャスティングやったら面白いのかとか、そういう見方で読んでますね。なるほどね。でもこの本を映画にこう変換していく瞬間って何か、あなんですかね、こうワクワクするような感じするんですけど、ただやっぱり難しいですね、はい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 、原作が売れてれば売れてるほどやっぱり原作のファンを裏切ってはいけないですし、 あと例えば原作が20巻ぐらいあると、うんはい、それやっぱり2時間の映画にまとめるのは一苦労ですし、やっぱりどうしても使えないシーンが出てきたりとかもありますしね、ここは難しいところですね、はい、そうですね。原作を知ってて期待されてる来る方と、全く原作を知らずに来る方っていらっしゃるわけじゃないですか。そうですね。そういったバランスも考えるんですか？めちゃめちゃ考えますね、はい、やっぱりでも基本的に原作ファンの方に裏切るような映像化というのは僕はダメかなと思ってますので、はい、やっぱり原作に忠実な、はい、できる限り忠実にしたいなと思ってます、うん。まあ、忠実にするんですけど、やっぱ映画ならではの楽しみ方とかっていうのもやっぱり付け加えていくことですよね。なるほどね、映画って本当に人生豊かにしますからね。そうですね、はい、僕もやっぱワンピースっていう漫画が大好きなんですけど、はいはい、ワンピースは漫画で読んでるとモノクロじゃないですか、はいはいはい、でもそれがカラーになって色がつく、はいはい、そしてそれが動き出す、喋、はいはい、り出すってすごくやっぱりドキドキしますよね、はい、うーん、それが誰がやるんだろうみたいなところもあるし、すごくそういうところはプロデューサーとしては難しいところでもありますし、ワクワクするところでもありますね。まあ、一つのキャスティングで印象って大きく変わりますからね。大きく変わりますね、はい、ルフィ誰がやるんだってめちゃめちゃそうですね、めちゃめちゃ多分話題になりますよね。そうですよね、そういうのはすごく思いますね。いや大変なんですけども、やりがいもあると。そうですね、ところでしょう、ね、うん。高山さん、はい、中川さんと一緒にね仕事されてるっていうことなんですけど、うん、横から見ててどうですか、こう中畑さんってどういう存在なんですか、なんか高山さんにとって。 僕はもう本当に1年目の時から企画会議にも企画これこれどうですかどうですかっつってやらさせてもらって、違う違うっつって、あでもこれでも、あじゃあ番組しようとか、すごくなんか愛情のある方、すごく僕たちにも愛情あるし番組に対しても愛情がすごくある方なんで、僕はもうとても大好きな人だったからこそ、もう沖縄に来てほしい、みんなに伝えてほしいと思って今回呼んだっていうのが経緯があるんですよ。実は中川さん、今日初めてお会いするんですけども、はい、まあ、高山さんからね、いつも熱く中川さんのことを語っていただいて、嬉しいなと思って、いないところで話が出るので、そうなんです、もうね、絶対に呼びたいんですと、あまりにも熱く語るんで、やりましょうと。本当、いい話してる、大丈夫、めっちゃしてますよ。やっぱりこう仕事に対する熱というか、はい、そういうのがやっぱり響くところあったんですか？そうですね、だから
あのさっき少女漫画がなんとかっておっしゃってたじゃないですか、うんうんはいはい、僕最初映画のプロデューサーになりましたので、うん、あの会いに行った時横に少女漫画めっちゃ詰まられてこの言い方悪いですよ、このおっさん何やってるの一瞬ちょっと思いましたよ、思うよな。あの少女漫画読む時ってどういう感情なのかなってすごい気になるんですけど、やっぱりね、女性に感情移入して読むのか男性として読むんですか。やっぱりでも男性に、はい、男性を見ながらやってますね、はいはい、かっこいいなと思いながらこういう自分がこういう高校生活を送ってなかったなとか、いろいろ自分にこうなぞらえて見てますね、はいはい、あの自分の過去を照らし合わせて、そうですそうです、その理想をまた映像化するみたいなのもあるんですか。そう、あります、もちろんあります。はい、やっぱりなんか高校の時こう、ね、自転車の2人で、ね、デートとかしてなかったなとか思うと、漫画で世界で見るとね、はい、ああ楽しそうやなとか思いながら、あれ本当に羨ましいですよね。羨ましいですね本当、なるほどね。やっぱりこう自分の感情がそこの映画に、でもその表現する場所があるっていうのはある意味幸せな部分もありますよね。いやそうですね、本当におかげさまでありがたいですね、はいはいはい、ただ僕はあのテレビ局にやっぱ入った理由っていうのは、はい、バラエティをやりたくて入ったので、うんはい、ちょっとまあ今映画を作ってるっていうのは少しなんか違う感じがしてて、はいはい、まあそれはそれで新しい世界で面白いんですけど、やっぱりまあ将来的にはね、うん、バラエティまた戻りたいなと思ってます、うん、あのバラエティをされて映画されてるんですけども、そのバラエティと映画っていう、 こう共通点とか大きな違いってどういったところですか。いやまあテレビの番組ってやっぱり全然違うのはやっぱ枠があって、うんはい、必ず放送の時間があってっていうところでの作業なので、まああのお尻が決まってるのでそこまでに頑張らないといけないっていうのはあるんですけど、映画ってやっぱり公開は決まってないので、作る段階企画段階ではいつもうどん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 こう企画構想5年6年でもまあやれるわけなので、すごくこうなんかずるずるいってしまうところもあるし、まあ難しいですね映画は。すごく欲もあるよ、あの悪いところに出ちゃうんですよね。そうなるほど。あとやっぱテレビ番組ってこう会社からお金もらって作れるんですけれども、映画ってやっぱ自分のお金集めないといけないので、そこはやっぱり一番しんどいですよね。まあ、しんどいからこそこうあるじゃないですか、こう完成した時の喜びというのは。まあ、もちろんありますね。あとやっぱり映画のこう最後に出てくるね、スタッフの名前がバッとエンドロールに出てくるんです。そこにやっぱり名前出た時ってひとしおでしたね。うん、テレビもやっぱめちゃめちゃ嬉しかったんですね、はいはいはい、テレビで初めてディレクターのところに自分の名前が出た時は親に電話をして、はいやっぱり見てって言ってましたけど、言いますよね、やっぱり映画はちょっとまた格が違いますね。ちょっと身が引き締まると言いますか、はいはいはい、これ俺作ってるんだし、もっと頑張らなあかんなとか思いますね。いや僕実は不能派見たんですけど、ありがとうございます、はい、で最近も見たんですけど、はい、最後に中畑さんの名前が出てきたので、はい、これポーズで止めてみました。嬉しい、嬉しいです、ありがとうございます。もううちの親ぐらいですポーズで止めてるのは。あー出てるとか言ってですね、ご本人さんも感動ひとしおでしょうね。やっぱりね、映画って1800円1900円ですかね、うんうんうん、今大人するんですけど、うんうん、やっぱりお金を払って見に来てもらうっていうのはすごく難しいことですし、やっぱり作る側も本当にもう 100% でいかないと見てもらえないというのもひしひしと分かるので、すごく難しいですね。まあ、の映画、まあ、バラエティもそうだと思うんですけど、まあ、実際作られて見る側っていうのはいろんな捉え方をするわけじゃないですか。そうですね、うん、こちら側の意図しないことを捉えたりとか、はい、いろんな形で捉えるわけですよね、うんうん、そういうことに関してはどういう感情が出るんですか。うもうやっぱりでも見てもらった方がいいので、はい、例えば、まあ、悪評が高くて見てもらうっていうパターンもあると思うんですよね。それでも僕はやっぱり見てもらえた方がいいと思いますので、はいはいはい、あまりこう結果は気にせず、うん、とにかく一人でも多く見てほしいなと思ってますね、うん、なるほどね。まあ、生み出すということで高山さんもね、生み出す仕事をしてると思うんですけど、そうですね、はい、まあ、中畑さんとかに企画持っているじゃないですか、はい、でもいろいろアドバイスももらえたり、うん、もう中にはそのまま捨てていくプロデューサーもいるんですけど、うんはいはい、もうのそのまま残してとかいろいろ、だからこの人の頭の中って何どうなってんのかなって俺ずっと考えながらやってたんですけど、やっぱでも本当にこう形にしていくっていうところがすごい素晴らしいなっていうのがあって、あの中田さんがこの漫画読んで企画書ちょっと書いてみてと言われたりとかすると、もうこう、あ、僕もそうですね、こう見ながら、あ、これがこのタレントだったらいいなと、これがじゃあ演出になったらどうなるのかなとか、やっぱ
考えちゃう。なるほどね。はい、もう面白い仕事をしてるんだろうな、はい、僕もありがたいですね、はい、そこに関わらせていただけるっていうことはとても。そうですよね。野中様のもう業界長くされてまして、はい、もう何ですか、こう中堅といいますか、ベテランとか。いや、もう中堅通り越しましたね、はい、もうベテランの域に達していると思うんですけども、ね、やっぱりこういろんな後輩、まあ、高山さんみたいな後輩も、はい、もうどんどん出てきてると思うんですけど、その後輩に対する思いというか伝えたいことってあるんですか。やっぱりこう、なんていうんですか、エンタメの世界ってね、はいはい、やっぱり流行り廃りもありますけれども、はいはい、どんどんやっぱり流行を生み出していかないといけないし、うんうん、作り出さないといけないので、そこは本当につなげていただきたいというか、頑張ってほしいなと思いますね、はい、でどん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 こう今難しい、うんうん、あれやったらあかん、はいはい、これやったらあかんって規制のみの中なんでね、はいはい、その中でもきっと生み出せる、うん、アイディアってあると思うんでね、そこはやっぱりしっかりと持ってほしいなと思いますね、はい、まあ今あるじゃないですか、仕事は休みが多いとか、はい、いろいろ話してますけども、やっぱこう大変さの中に本当仕事の楽しさがあるのかなっていうのもあるんですけど、そのあたりもこうぜひね、いろんな形で伝えていってほしいなっていうのを感じますね。本当そうですね、はいはい、高山さん、はい、中田さんの背中を見て、はい、いろいろね学んだことあると思うんですけど、まあ、ここ一番学んだみたいなところあるんですか。やっぱもう、はい、僕も企画を考えるっていう中の、はい、企画の根幹、やっぱそこはでも情熱だよって教えてくれたし、うんうんうん、やっぱ人とのコミュニケーションも情熱だし、やっぱもう多分僕もそうなんですけど、中田さんもっと真面目だと思うんですよ、うん、すごくふざけてるようにいつもは見える。こらこら。けど超真面目やないっつって。見えてるみたいですね。いや、もう気がついたら金髪だし。はい、結婚してるよね、中畑さん。そうですね。そういうこともありましたね。はい、それがですか、エネルギーの源ですか。で、でもね、そうなんですけど、企画ってね、これまあ難しいんですけど、はい、僕はいつも料理に例えるんですね、はいはいはい、で幕の内弁当という弁当があるんですけれども、うん、これ一番作りやすいっていうか、はいはい、たくさんの具があるので、美味しいものをおちりばみれるっていう、これ一番簡単な作り方かなと思ってるんですけど、はいはいはい、一番難しいのは、はい、やっぱその点その店オリジナルの商品だと思うんですね、カツ丼弁当とか、はいはい、もうこのカツを食べたらもう誰もが飛びつくみたいな、だそれを企画で作らないといけない、テレビの企画は、うん、はい、一つ絶対メイン看板となるものがいるんだっていうことをいつも高山とかにも言ってましたね、うん、はい、まあ、それをまず見つけて、そうですね、誰でも作れるものは作るんだよな、はい、一つとにかくオリジナリティあふれる看板商品を作らないといけないよっていうことをしてますね、はい、それはこう日々の生活の中で見つけていくとは思うんですけども、こう常にアンテナを張って、そうですね、ただね、まあ、テレビの仕事って0を1にする仕事ではなくて、はいはい、多分1を2にも3にも4にも100にもしていく仕事だと思うんですね、はいはいはい、やっぱりこう今タピオカドリンクが流行っている、うん、はいはいはい、じゃあそのタピオカドリンクをどういうふうにして番組で伝えていくのかっていうところのアイディア勝負だと思うんですよね、はいはいはい、決してタピオカドリンクを作る仕事ではないと思っているので、はいはいはい、そこにもやっぱりいろんな方法があると思いますので、うんうん、いくらでもやっぱりこうアイディアをね、若いアイディアも欲しいなと思いますね、はい、いつも。でも高山さんみたいな方がね、こう慕ってくるって嬉しいんじゃないですか。いや嬉しいですよ、はいはい、本当。やっぱりどうしてもやっぱり僕ももう49になりますので、はいはい、こう49の頭で考えてるんですけど、うんうん、やっぱり SNS とかも知らないですし、はいはいはい、どうしてもこう見に行こうとも思わないんですよね、うんうん、はい、自分で。それでは新聞読んでる方が僕は好きなので、うんうん、でもそういうところの情報、SNS 今こんなやってますよとか、はいはい、知らないことを日々教えてもらえるというのは、やっぱり付き合いを長くしていると得しているなと思います。今回こう、今日のね、本日4時から中畑さんの講演会なんですけど、まあ、高山さんの強い要望という、うん、こうそこもあるんですが、なんですか、今回講演会をやってもらおうと思った、はい、思いというか、趣旨というか、そういうのをお聞かせして、はい、いただきたいんですけど。そうですね、僕が、はい、まあ、去年の秋まで東京にいまして、うん、いわゆる沖縄を外から見るっていうことをずっとしてたんですけど、まあおかげさまで沖縄の特番だったりとか、うん、旅番組とかいろいろ関わらせてもらった中で、沖縄を外から見たプロデューサーの話を僕は皆さんに聞いてほしいなっていう、はいはい、特に今沖縄って映画の誘致を積極的にしてたりとか、いろいろなんていうんですかね、こう離島とかは
映画を誘致したいとかよく聞くもので、それでじゃあ、中畑さんっていう、もういわゆる、はい、方を呼んで、僕はいろいろと皆さんに伝えていただきたいなって思ったのがまず一つと、もう、この今日も嫌がらせ弁当っていうところで、全部八丈島そうですね、で、やられたっていうところで、多分そこって沖縄にも似てると思うんですよね、うん、八丈島っていわゆる船でとか飛行機で何かを運ばないといけないとか、そこの大変さもあったり、なんかそういう話もいろいろ聞けたらなと思いまして、はい、今回のタイトルはまさに映画で地域活性の可能性ということなんですね。でも本当、はい、今活況ですね、はい、本当地方自治体がフィルムコミッションを作って、うんうん、どこも本当に誘致積極的ですので、はい、昔に比べてすごく映画を撮りやすくなったんじゃないかなと思いますね、うんうん、こう地元がこう映画のロケ地っていうのはある意味誇りですからね。嬉しいですよね。嬉しいですよね、はい、なんかちょっとあこの電車乗ったことあるとかね、本当にそういうところの楽しみ方って本当あると思いますね、うんうん、はいはい、そういう意味ではこう映画で地域活性の可能性というのは中田さんご自身も感じてる。めちゃめちゃ感じてますね。僕はやっぱりこうテレビ局入った理由はクイズ番組を作りたいなと思いますね、はいはい、でそれはたまたまやっぱり学生時代にクイズ番組を見ていて、誰も回答して答えられないのに自分だけ答えられる瞬間ってあるじゃないですか、はいはい、あります、ね、誰この人はみんなの何バカじゃんみんな知らないのみたいな、僕だけ知ってるやんみたいな、そういうなんかビギナーズラックっていうんですか、そういうやっぱり楽しさっていうのをなんかテレビを通して感じてた人間だったんで、やっぱり映画を通してそういう自分のふるさとが出てくるとか、自分が知ってる人がキャスティングで入ってくるとか、すごくなんかそういうのはやっぱり楽しいなと、エンタメならではだなと思いますけどね、うんうん、そうですね、地元に住んでる方ではなくて例えばこう県外に出稼ぎに出かけてる方とか、うん、海外に、うん、移住された方もやっぱり地元が映画に出るっていうのはすごくなんかいろんな感情が出てくるというか、そうですね、はいはいはい、いや映画ってすごいですよね、本当に映画館でこう映画見てる時ってこうなんかこう映画の中に入ってしまうじゃないですか、はい、もう僕も映画大好きなんですけど、うん、で僕は最近こう不能犯、はい、中田さんが、ね、関わっておりますの、ね、で不能犯を見たんですけど、いろいろ考えさせられてですね、そうですね、すごいメッセージ性を感じて、めちゃめちゃありますね、感じましたね、はい、もう本当にまさに本を読んだ瞬間、はい、こう笑うセールスマンって昔、はい、アニメがあったんですけど、それをすごく彷彿としまして、なんかこう人間の悪い部分とか、はい、人を簡単にね、嫌いやとか死ねとかすぐ言っちゃう癖がある人もいると思うんですけど、なんかそういう簡単に言ってしまうことが本当にこう現実に起こってしまうというね、すごく考えさせられるなというのは僕も本を読んだ時にすぐ思いましたね。うん、僕あれですよね、こうエピソードたくさん出てくるんですけど、自分に当てはまるものっていうのはいっぱいあってですね、ありますね、はい、ついついやっちゃってるな、ね、思っちゃってるなとかね、ありますよね、はい、なるほど、やっぱこう自分にこう響くものはやっぱりこう皆さんにも伝えていきたいっていう感じですよね。そうですね、うん、なるほど。高山さん今後もね、はい、伝えるっていう仕事をやっていくと思うんですけど、そうですね、高山さんはこう大事にしてるものってあるんですか。僕は、はい、いわゆるエンターテインメントっていうところで、はい、人を楽しませるっていう意味で喜ばせる、はいはい、で今日本当に今日も嫌がらせ弁当って、うん、なんていうんですか、まあ、高校2年生 の, 少女がお母さんに反抗期で、うん、でお母さんはそれにで毎日弁当を、うんうん、いわゆるキャラ弁を作っていくっていう内容なんですけど、やっぱ映画もさっきおっしゃってた人が変わっていく瞬間がどん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 見えるっていうのは僕は、で弁当一つに、あれ弁当って番組だ、そうさっきも幕の内弁当、あれもすごいエンターテインメントだと思ってて、あれをどんどんお母さんが作り上げていくっていう、毎日違う番組を作っていくっていうすごさ、あれもちょっと勉強になりましたね。もう確かにそれもまさにお母さんの企画力ですよね。そうですね、人を楽しませるっていう、その愛情がなせる技だと思うんですね。やっぱりこう映画を生み出す、作品を生み出すっていうのはそのお母さんと同じように愛情っていうのが必要、はい、そうですね、いやまさにそうですね。でこの今日も嫌がらせ弁当っていうのは、はい、まあ、本が5年ぐらい前ですかね、はい、出たんですけど、はい、その時やっぱり映像化したいっていうオファーが殺到されまして、はいはいはい、もちろん僕も手を挙げてたんですね、はいはいはい、で
残念ながらですね、そのまあ15社ぐらいの出会いだったと思うんですけど、はいはいはい、僕は落選してしまったんですよ、はいはい、もう僕できひんなと思ってたんですけど、はい、たまたま原作権を取られた監督が、はい、一緒にやらないかって誘ってくれと、で、まあ、実現をして、ただやっぱりあの一般の素人のお母さん、はい、実在するお母さんが書かれたブログ、はいはい、それの書籍化になってくるので、はいはい、まずはそのお母さんに許可をもらいに行かないといけないということで、監督と一緒に八丈島に行って実際にお会いして、で映画化させてくださいというところから始まってという苦労でしたね。なるほど。その時どういうリアクションだったんですか？いやいや、本当最初はそのとてももう映画なんてみたいな感じで、やっぱり実在するお母さんで実在する娘、まだ娘さんもいらっしゃるので、やっぱりこの映画をやることによって娘が逆にね、はい、学校行けなくなるんじゃないかとか、そういうやっぱり考えもあると思いますので、はいはいはい、すごく実現するまでに時間がかかったのは正直ですね。なるほどね。そこもやっぱりお母さんらしいですね。そうですね。娘第一なんですよね。そうですね。いやー、まなみんどうですか？すごいですね。ね、こうやってなんか番組とか映画ができていくんだなっていうのを今聞いてちょっと。いや、僕らはスクリーンでしか見ないんですけど、そのね、スクリーンに映し出されるまでのエピソードというか、映画が映画化するって決まるまでもね、もうすでにストーリーが、はい、ね、あと 2,3 本映画ができそうな感じですよね。そうですね、スクリーン以外で、まあ、本当にできますよね、はいはい、やっぱり人の人生の3年間を描いているので、うん、はいはい、とてもとても2時間では語れます。そうですよね。でもこう映画って何て言うんですか、そのこう2時間で語れないんですけど、その表現できなかった、映像化できなかった部分を、またその空想の部分で物語としてその組み立てていくっていうのも楽しみの一つですよね。そうなんですよ。終わった後にああだこうだ行って、はいはい、まあ、それを餌にこうご飯を食べるみたいなですね、そういうのがまた2時間あれば本当にそれが続いていくと思うんですよね。そうですよね、その映画の前後をね、勝手にシナリオを書いて、そうなんです、楽しむ、はい、ああでもないでもない、そうな、私やったらキャスティングこうするわけとか ね、 言いながらね、それもいいですよね。そうなんですよ、うん、はい、友達同士とかでもたまによくなりますよね、うん、この人このキャスティングだったら、はい、なんとかとかやったら、ね、ちょっと盛り上がったりとか、ね、あれ最高だったとか、ね、うん、っていうのもあるから、そこもまた面白いですよね。そうですよね、もうそれも楽しみの一つですからね、はい、いやー、まなみんどうですか、前半ね、はい、短い時間だったんですけど、うん、予想以上に素敵なお話がね、映画に込められた話がすごい面白かったです、ね、またいろいろ聞いていきたいな。いや、このお話聞くと映画の見方が変わるよね。そうですね、ちょっと変わるかもしれないです、ね、いや、素敵な話をね、聞くことができたんですけど、まあね、CM 挟みまして、はい、また後半引き続きね、いろいろお話を伺っていきたいと思います、はい、後半も引き続きよろしくお願いします。お願いします、はい、それでは一旦 CM です。ビジネス天国沖縄をプロデュースしております。本日のゲスト様は映画プロデューサーの中畑芳樹様と、放送作家の高山翔吾様です。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、します。はい、前半ね、いろいろお話を伺ってきたんですけど、今回の講演会、今日の4時から、はい、講演会新都心のであるんですけども、まあ、高山さんは沖縄出身ということで、はい、まあ、県外に出られてたということで、県外からまたね、沖縄を見ると、はい、また違った形が見れたのかなと思うんですけど、なんかその辺り感じた部分ってあるんですか？やっぱ、はい、昔からやっぱ海と空って言いますけど、こんなに海が違うんだっていうのは本当に景色ですね。なるほど、実景っていうところ、やっぱ絵になるのが沖縄かなってすごく思いますね。なるほど、東京に行くとそれをまた強く感じる。そうですね、多分白い砂浜で青い海で探すとすごく大変なのかなって、うん、確かに沖縄にいると当たり前すぎて何も感じなくなっちゃいますよね、はい、あとはちょっとアメリカンなところとか探すのも大変だし、で那覇市行けば普通の、はいはい、なんていうんですかね、ビルが立ち並んでる都会感も出せるし、なるほど、いろんな景色を楽しむことができる、はい、そうですね、沖縄ってそこがとてもいいところなのかな。離島行っちゃえばとか、なるほど、東京に出てそれを気づくこととても気づきます。まかつ、県外から見た沖縄の魅力っていうタイトルが今回の講演会でもついてるんですけども、はい、中川さんから見るとどのあたりがこう魅力か。いや、沖縄も魅力しかないですよね、はいはい、やっぱりちょっとなんていうんですか、仕事で来てても、はい、
ちょっとどっか半分ぐらい旅行気分も入ってくるので、はい、すごくなんか楽しい気分で来れますよね、はい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 、多分いい仕事ができるような気がしますし、でこんだけやっぱり在宅で仕事をする機会が今増えていると思うんですけれども、はい、本当あの沖縄でそれこそパソコン1台で仕事ができる時代が来たらね、はい、僕も そうなればいいなとなんか思いましたね、うん、中畑義行氏、移住もありえるんですか？いやいや、ちょっと来てみたいですけどね、まだまだ、まだまだ勝負のが多くて、なかなか移住ができないですけど。まあ、沖縄が今後こう、地域活性のために映画を活用するとすれば、どういったことが考えられますでしょうか？やっぱりなんですか、東京近郊で撮れないことを撮らせてもらえるという、はいはい、やっぱり地域の、うん、まあ、応援要請をしたいなというのは正直ありますね、はいはいはい、やっぱり東京ではなかなか交通規制も止めることがただ難しいところもありますので、そういう行政の協力とかも含めてなかなか取りにくい、例えば爆破シーンだとかですね、ああいうカーアクションのシーンだとか、そういうのがなんか取れたらすごく幅が広がるのになとか思ってましたね、はい、確かこう行政だけではなくてこう県民総出で協力すると本当にいい作品ができそうですよね、はい、まあ、作品に対する愛着もできますしね、うんうん、はい、なるほど、そういう意味ではこう沖縄ではそういうふうにやっていくと地域活性につながっていくだろうと。そうですね、いうことですよね、はい、でこうみんなでこう何かを生み出すっていうのはやっぱりあれですよね、何ですか、こうチームになるというか。そうなんですよ。ありますよね。そうなんですね。映画ってすごくカンパニー感っていうんですかね、はいはい、もう仲間の意識が強くなるし、うんうん、みんなでこう合宿生活みたいなのがやっぱ起こるので、はい、すごく仲良くなりますね、うん、それもすごくいいなと思います。でもこう映画っていうのはこう表のスクリーンしか見ないんですけど、やっぱりこう中畑さんとか高山さんみたいなこう裏方でこう何ですか、こうね、構成とかいろんな交渉とか、はい、いろんなのやってる方がいるから、その上にこう土台があってその上に乗ってるんだなっていうのを今日すごく感じましたね。いや、いい仕事されてますね。いやいやいや、もう本当に日々大変です、映画は。まなみんどうですか、かっこいいよね、はい、この沖縄、私も出身の、うん、出身というか沖縄まで沖縄在住の私からしても、やっぱこうやってなんか沖縄をどんどんなんか使ってくれたりとかしてくれたらやっぱり嬉しいし、誇りに思うのがもっと強くなります。なのでなんかありがたいですね、ね、はい、本当にね、うん、沖縄県民としてはもうありがたい話で、どんどん活用してほしい、うん、だから今回中畑さんが沖縄に来てこうやって放送でお話ししてもらったり、まあ、これからね4時から講演もしていただくんですけど、もうなんか大きな意味があると思っていてですね、なかなかこうただ映画の作り方とかっていう過程だけではなくて、その何かを生み出すことの大切さとか、沖縄の魅力をね客観的に伝えていただくとかで、そうすることで僕らも気づかなかった部分がいっぱい、もうすでにねこの放送中にもたくさん出てきたので、なんか本当にねこういう機会どんどん作るべきだなって今回強く思いましたね。何かを生み出すっていう、こう楽しさを伝えてほしいですね。そうですね、若者にですね、ですね、はい、本当もう、うん、よく企画もね、はい、持ってこられるんですね、うん、で特に僕なんか今も就職活動の支援とかもやってて、はいはい、学生がね、はいはい、こんな企画僕やりたいから、はい、テレビ局入りたいんだみたいなの持ってくるんですけど、うん、結構やっぱりねなんかこじんまりとした企画多いんですよね、うんはいはいはい、でもやっぱ嘘でもいいから、うん、嘘でもいいから菓子屋さんまとビートたけしでやりたいんだとかねいうなんか壮大な企画を、はい、できひんやんと思いながら思いながら、やっぱりそうなんか夢をね大きく持ってほしいなと思いますね、いつも若い子には。なるほど、うん、いやでも昔そういう人いっぱいいましたよね。いやいました、もうあったりでもいいですからねもうすごい企画、こんなん無理やんっていう方がやっぱり夢があっていいですよね、はい、でも今実現化している大きな出来事っていうのは誰かのはったりからだいたい始まってますもんね。そうですよね、うん、でもそうだと思います、はいはい、うん、いやそういう若者どんどん出てきてほしいですね。そうですね、はい、本当にこじんまりまとまることなくね、はい、夢はやっぱりでっかい方だと思いますね、はい、まあ、でもそういう若者が来た時に、うん、何言ったんお前って言いながらニヤニヤして中津さんの顔が浮かびますね
やっぱ嬉しいですよね、はいはい、やっぱり未だにこうテレビ局に入りたいっていう学生で、はいはい、制作番組を作りたいっていう夢があるってすごく嬉しいです、はい、応援したいですよね。ちょっといいですか、はい、本当にそれを叶えてくれるんですよ、はい、僕一つ実現っていうかしてもらったのが、うん、あれですよ、あのひろみさんが出てもらった番組、はい、関西で、あのひろみさんが全然出てなかった、もうずっとテレビから離れてたんですけど、はいはいはい、中田さんが企画を僕たちが通してくれた時に、うん、ひろみさんで、でこっちがまあ無理かな、うん、って言ったらひろみさんブッキングしてくれた、MC がひろみさんって、ね、贅沢だったよね、贅沢ですよ、ね、関西の深夜のねローカル番組にひろみさん出ていただいて、今まで出てなかった、うん、離れてたひろみさんが出たっていう、これある意味あるじゃないですか、こう離れてるっていうのはそれなりの理由があって復帰しようとって、それなりの大きな理由がないと復帰してないじゃないですか。そうですね、本当に企画に乗っかってくれたと思いますね、はい、あこの企画だったら僕やりたい、企画引かれたっていうことですね。そうですね、うん、そこは本当にもうあの高山の嘘張ったりの企画書の力だと思います。じゃあひろみさんの今の活躍は高山さんの嘘張ったりが、そんなことない、そんなことない、そんなことない、きっかけだと、いやいや、すごい本当にまた活躍されてますもんね。そうですよね、そこで本人もなんか火がついたんですかね、かもかもしれないですね、やっぱりテレビって面白いと思ってくれたかもしれないですよね、なるほど、きっかけ作りましたね高山さん。いやいやいや、中田さんですか、それを全部まとめたのも中田さんだと。中田さんやっぱりその企画を聞いた時にやっぱりこう何か感じるものがあったんですか。そうですね、はいはい、あの割とこうトークベースなんですけれども、うんうん、ゲストのちょっと嫌なところ、うん、ゲストがあんまり喋りたくないようなこと一つちょうだいっていう気分ですね、はいはい、なるほど、なるほど、結構まあ MC も腕がいるし、はいはい、あの嫌味なくそこを ね、 そうですよね、ほじくり出せる人みたいなところで言うと、はいはいはい、やっぱかつてのあのひろみさんのトーク力が欲しいなと思ってたんで当たったんですけど、はい、確かにひろみさんってあれですよね、あの結構きついことも言うんですけど嫌味がないというか、そうなんですよね、憎めないというか、ね、不思議ですよね、不思議ですよね、うん、なるほどね、すごいですね、モナミね、はい、いやもうなんかこういうお話をなんか直接聞けるってなんかすごいですね。今日の4時からまた講演会がね、うん、ありますので、もうそちらに来ていただくとまた直接、なんとね、あの講演会終了後に懇親会もあるので、ああじゃあまたその懇親会で話して、結構ね懇親会の方が大事だったりするんですよ ね、 そうですね、やっぱり講演会はちょっとね、はい、気取ってますから ね、 ねなか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 こう飯食いながら聞く話って一番いいですよね。本当はそうですよね、はいはいはい、やっぱりお酒飲みながらね、そうですよね、ざっくばらんしゃべってる方が、じゃあ講演会ではまたこの中畑さんの今聞けなかった話とかももちろんです、もちろんです、はいはい、ただ、今よりも少し硬いので、はい、真面目な話になるかなと思ってます。テーマが硬いですし、ね、はい、なので、ね、ちょっとお酒を飲まして、そうですね、着、はい、いた瞬間、はいはい、言えない話もね、はい、あの普段はあれですか、あのなんかいろんな講演会もされているということなんですけど、はい、どういった講演会をされているんですか。ほとんどですね、はい、まあ、自分の名前を例えば中畑義之の名前をですね、うん、はい、Yahoo の検索窓に入れると、はい、バーッと出てくるのは、はいはい、悲しいかな、映画の話ではなくて、はい、ほとんど就活セミナーですね、うん、今本当に就活生のための活動をたくさんやらさせていただいてまして、うんうん、はい、もうまさに昨日も東京で、はい、講演してきたところだったんですけども、はい、なんとかそういう支援をねさせてもらいつつと思ってます、うん、まさにあのこれから就職を控えてる方々っていっぱいいると思うんですけど、こう中畑さんがなんか伝えたい部分って何かあるんですか。本当にあのなんて言うんですかね、僕本当に夢がね、うん、すごく大切だと思うんです、はいはいはい、人生において、はいはい、あのどういう、まあ、場面場面で夢が変わってもいいと思うんですけれども、はいはいはい、やっぱ夢が来ないと、つながっていかないと、うん、なかなかこう人生前に進んでいくのはしんどいかなと思っているので、うん、たくさん夢持ってほしいなという活動をいつもしてるんですね、はいはいはい、であのよく言うのは夢を80個書いてみなさいってよく言うんですね、はいはいはい、ではい、僕これ実際に自分が大学生の時に先輩から言われたことで、はい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 、いや全然80個明日は開示じゃ持ってきますよって言って、はい、家帰って筆を取って書くんですけれども、はい、結構ね12個ぐらい止まるんですよ、止まる80個書けないんですよね、はいはいはい、で
あかんあかん、うん、って思って、はい、世界一周旅行に行きたいっていうのを消して、はい、ドイツに行きたい、イタリアに行きたい、フランスに行きたいって箇条書きに書いて、ね、大きいカバンが欲しい、はいはい、ちっちゃいカバンが欲しいって、はい、もう本当に細かく入れて80個かけるぐらいなんですよね、はいはいはい、でもそれを一つずつこう消していける、うん、人生において消していく瞬間が必ずあるんで、そこの楽しみまで面白かったなと思ってるんで、今なんかそういうことをね、若い子に向かって言ってるんですね。いい意味での消去法。そうなんですよ。私も実は人生でやりたいこと100個書こうみたいな話を1回見て、100個書こうとしたんですよ、うん、そしたら頑張っても40個ぐらいしか書けなくて。なるほど。そうなんですね。それこそなんか日本全国回りたいっていうのをもう47都道府県とかにしないと回らないのかなと思って、うん、今の話聞いてて、あ、意外とないんですよね、夢とかやりたいことが。やっぱりこう何ですか、夢をこう何ですか、こう細分化していくというか、うん、明確にしていくっていうのもつながるんですかね。絶対つながると思いますね、うん、やっぱ目標を持って何かをやるっていうのが、うんうん、やっぱり努力にもつながりますし、やっぱりできなかった時の挫折感っていうのも勉強になると思うので、はい、やっぱり夢はたくさんあった方がいいかなと思いますね。まあでも今回ねゲストで来ていただいた高山さん、中野さん、はい、お二人が夢を追いかけてる姿が一番の教育かなっていう気もしないではないんですけど、高山夢あんの？僕はいっぱいありますよ。じゃあ今あと15分100個書きます？何個書ける？番組っぽいですね。ダメだったら罰ゲーム。罰ゲーム。あれですか、まあ高山さんからお伺いしたいんですけど、はい、今後なんかこういうことしたいとかっていうのがあるんですか？そうですね、僕やっぱ放送作家の仕事の中にリサーチっていう、うん、仕事もあったんですけど、はいはいはい、やっぱり物を発見する喜びというか、うんうん、見つかって本当に放送に乗った時の喜びはとても嬉しいんですよね、うん、まあ今某局の某チンで探してるんですけど、うん、はいはいはい、某チンで、はいはい、某チンで誰もが知っている、ね、でそれをいろいろと探してるんですけど、まあ見つかってテレビに乗った時はやっぱ嬉しいですね、うん、だからなんていうんですかね、こういうのをまあ、沖縄でも、だからさっき中田さんが言ってた、うん、どこでもパソコン1台あればできるっていう仕事がどんどん沖縄でも広がってくれたらなと思って、はい、今ちょっといろんなリサーチ関係の仕事とかがどんどん増えていったらいいなって僕は思います、はい、まあ、今後パソコンと言わず携帯一つできる時代が ね、 ね来るでしょうからね、うん、中田さんはですか、今後展望というか、はい、まあ、もちろん大ヒット映画もまだまだ作ってませんので、はい、やっぱり後世に残るようなヘッド映画っていうのを作ってみたいというのがあるんですけれども、はい、僕はやっぱり学生時代にクイズ研究会というサークルに入ってましたので、はい、やっぱり世に残るクイズ番組というのをですね、はい、作ってみたいなと思ってます。なるほど、本当に世に残るクイズ番組って過去にもありましたからね。ありましたね。もうやっぱり自分も昔は出る側だったんで、はいはい、やっぱりそれに励まされて、やってきたところもあったので、やっぱりなんか視聴者参加のね、はい、面白いクイズ番組みたいなのを開発したいなと思います、はい、僕の年代のクイズダービーとかね、ありました、面白かったですよね。なんですか、大人が何ですか、社会的地位の人が答えられなくて、どん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 答える方に尊敬の眼差しだったりとか、そうなんですよね、で彼らが答えられなかった時に自分が答えられてくる優越感とか、ね、いろんな感情がそこにありましたもんね、うん、はい、なるほど、クイズ番組がやりたいと。やりたいですね。僕もやりたいです。だから、はい、今は頭いい人が出る時代。そうですね。またすぐにおバカさんが出る時代になると思いますね。その繰り返しなんですね、クイズって。だからそこのうまく流行を自分が発信できると、うん、できるといいクイズ番組できるなって気がしますね、うん、クイズいいですね。やっぱり普遍ですよね。普遍ですよね、うん、やっぱり小学生が見ても老若男女楽しめるのはクイズ番組かなと思いますし、確かにクイズ番組って家族全員で楽しめる番組ですよね。そうですね、本当、はい、しかも豪華商品が当たるとかね、はい、まあ、まあないですけど、はい、やっぱり車が当たるとか、はい、なんかそういう夢があってもいいかなと思いますね。昔夢がありましたよね。ありました、ハワイ旅行が当たるとか、そう、車が当たるとか、そうです、ワクワクしましたもんね、はい、やっぱりこう芸能人さんが出てね、はい、彼らがもらっていくのもいいですけども、はい、やっぱりこう視聴者に夢を与えるような番組はしてみたいですよね。確かにあれワクワクしてた ね、 ね、クイズ番組って、はい、そしてやこの視聴者に当たるってなったらやっぱり熱が、うん、より入るじゃないですか、うんうん、今考えたらあれですね、スタジオにいる方と視聴者が一体感がありましたね。あ、そうですね、うん、ありました、うん、なんかこう、まあ、10問正解で
世界周、はい、9問目、8問目が出からもうすごいドキドキしますもんね。はあ、い、なるほど、それがやりたいという。そうですね。そう考えるとクイズ番組って必要ですね。必要だと思いますね。うん。今はたまたまね、こう東大王みたいな、うん、頭のいいのがね、すごく大ブームですけどね、やっぱりまた違うクイズ番組もあっていいと思いますし、まあ、例えば一つのことに特化すると何でも知ってるような小学生とかいるじゃないですか、はい、ああいう子たちもいいですよね。いや、すごいですよね。すごいですよね。何ですか、大人が知らないことを子供がどんどん答えていくっていうのはなんか心地よかったりしますもんね。うん、なるほどね。クイズ番組やると当然映画もね、今後いろいろ企画されて、そうですね、企画すごくしてますね、いくということなんですけど、なんか話せる範囲でですけど、なんか考えてるのあるんですか、こういう映画今後撮っていきたいとかね。例えば、ね、まあ、2025年っていう、はい、まあ、だいぶ先なんですけれども、大阪が万博であったりしてすごく盛り上がる都市でもあるので、やっぱりこう大阪をテーマにしたね、映画っていうのはきっと2025年ぐらいに公開するようなものを作れたら流行っていくかなとも思います。あとやっぱり2025年って戦後80年になるので、ちょっともう忘れてると言いますか、戦争知らない人たち、僕も含めてですけど、多くなってきている人たちにやっぱり思い起こさせるための、そういう戦後のような戦争映画みたいなのも必要かなとも思いますし、何かまだまだ作れるものというか残せるものがあるかなと思って今開発してますね。確かに伝える手段って世の中いっぱい増えましたけども、映画だからこそ、映画じゃなきゃ伝えられない部分ってあると思うんですよね。そうですね、うん、あると思います。そういう意味ではこう映画をツールとして伝えていきたいと、はい、そうですね、はい、高山さん、はい、どうですか、中川さん、今回読んでみてですね、今日、これから、これから待望の、待望ですよ、待望、もう僕が熱望、待望じゃない、熱望してたんですね、これは、離れる時にも中川さん絶対読みますから、はい、ずっと言ってて、やっとで僕は実現できたんで、本当に今回はもういろんな人に伝えてほしいなと。そうですよね、中川さんですか、この高山さんの中畑愛。いやいや、もう本当に嬉しいですけどね、中畑組ですから、はい、でも本当に熱いんですよね、はい、高山自身がやっぱり熱いので、うん、なんか応援したくなるし、うん、僕ができることがあればね、うん、魅力ですけどもやりたいなとも思いますし、うん、多分高山と将来的にはね、はい、またテレビ番組を一緒に作って、はい、流行を作れるんじゃないかなとも思ってますし、いいですね、すごいプレッシャーですけど頑張ります。もうそれくらい僕は進めているので、絶対このぜひいろんな人に参加してほしいですね、今日の講演会。そうですね、本当にこう大人が何かに夢中になってる姿ってかっこいいよね、本当に刺激もらえますね。やっぱりこうなんて、何に夢中になってるかよりもこう夢中になってる姿というかね、真剣になってる姿っていうのはね、いろんな若者にすごい勇気とか刺激とか与えると思いますし、そうですね、はい、なんか楽しいがそのまま仕事になるっていうのはね、はいはい、本当にこの業界ならではだと思うので、そこは本当に大切にしたいなと思います。そうですね、楽しいことってイコール楽なことではないっていうのね、同じ字なのに、はい、うん、今日本当にね、中川さんのお話を聞いてね、感じることができましたね、はい、本当に生み出すことの喜び、はい、苦しさ、達成感、いろんなものがいじまった、まあ、スクリーンで表現されてるっていうのはね、そうですね、今日のお話を聞くとね、こう映画の見方が変わるね。そうですね、ちょっと違う視点で映画を見る感じになりそうですね。映画ってなかなかこう解説付きで見ることないんでね、そうなんですよ、そういうなんか上映会があってもね、そうなんです、面白いですよね、この制作に当たる裏側とかも話しつつだったら、ね、よりその映画を飲み込めるかもしれない、ね、うん、大体こう DVD 出す時にね、はいはい、そういうオーディオコメンタリーっていうんですけど、うん、裏側を喋りながら入れたりもするんですけど、はい、映画上映中ないのでね。そうですよね。でももう一番いいのは生で聞くっていうね。うん、いいですね、はい。なんかやってみたいですよね。やりましょう。ね、ぜひね。ぜひ。僕企画しますんで。はい、また増えましたね、企画。沖縄で増えました。沖縄で。うん、いやでも本当にね、今日素敵な、お話が聞くことができまして、これからまずは4時にね、講演会が。講演会が
ありますので、まだね、お席の方大丈夫ですのでね、参加されたいという方はぜひね、FM技能の方に、ご連絡していただければ、はい、大丈夫ですので、ぜひ、そちらの方もよろしくお願いします。いやー、中田さん、高山さん、本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ね、いろんな方に聞いていただいてね、いろんな方の刺激になっていただきたい、今日の1時間でしたね。はい、まあ、いい番組ですね。なんていう番組でしたっけ？ビジネス天国。ビジネス天国。もう一度言ってもらっていいですか？ビジネス天国。あ、ビジネス天国機なんですね。はい。あの、本日のね、あの動画のまた YouTube の方にもアップしますので、まあ、改めて見たいという方はそちらもチェックされてください。ということで、本日のゲスト様は映画プロデューサーの中畑義之様と放送作家の高山翔吾様でした。で、アシスタントが、はい、FM技能のまなみんでした。はい。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。